おはようございます。10時です。ちょっと遅いですね。雪かきしたり寝たり起きたり雪かきしたりという朝でした。まあ雪がよく降ってます。今日は今朝は早くに起きて、早く2時頃だから早くっていうより夜中ですよね、起きて、お弁当を作って子供が朝早く出て、僕はここで今起きて、これから鬼しめですね。鬼しめね、鬼をしめておるってつまんねえ。はい、それで今ちょっと材料出してる途中でした。何やろうかね。大根、人参って根菜なんだよな。かぼちゃはやめておこう。よし、じゃあ、今上の段から出てるのは鶏肉出てるから、でしょう。それでここですね。まあ、人参、もうこれ終わりそうですね。お、玉ねぎある。玉ねぎね、これみじん切り入れるとね、味わいが変わりますからね。ちょっと味わいを変えてみましょう。で、これ舞茸だね。舞茸、焼き鳥の舞茸。で、こっち側からは、大根、ザン半分だ。まあ、大根に入れて持ってやいいよね、鬼締めってね。この時期も肉もね、美味しいですね。で、なんか椎茸がいろいろあるな。あ、この椎茸グルーター使ってと、レンコンもダメだね。買わなきゃダメだね、これでね。レンコンが見通し明るい、何明るいんだか。でこれはこんにゃくね、とてもあの美味しいこんにゃくです。美味しいこんにゃくだけど、これ一気にみんな使うのもったいないな。普通の三角のこんにゃくも使おうかな。これは普通の三角のこんにゃくですね。どうしようか、まずこれをガラガラと見ていただきますね。ガラガラと見たくましょう。水が飛ぶんでね、こうやってね、水の中で死ねや死ねちゃう死ねちゃう、なんか嫌なことでもあったんでしょうかね。あと水が飛びません、これが便でしょ。このまま使うと、でげえんで、まあ、このまま使ってもいいんだけどね。でげえんでね、でっかいこんにゃく食うってのも いい人はいいんだろうけどね。まあおでん屋さんなんかそうやって食いますよね。まあ僕はあんま好きじゃないんで、そうやって食うのも好きじゃないんで。ほら、こんにゃく大好きだよ。しかしね、俺昔食事指導を受けた医者は言ってたね、トリュフになると目つぶれたりする、足くかったりするんだからね。こんにゃく食いなさい、こんにゃく食いなさい。いまだにね、あの親父のことが思い出すと腹抱えちまいますよね。あの親父どうしてるかね、もう40、80に近いんじゃないかしら。15、6年前の憂鬱なあの一日、定年退職した医者はなんか自分が偉いと思って、ああやること言うんだよね。もうなんかなんていうの、患者の人生とか考えようもしない、そんな奴らの言いなりになって飲酒によって終わるかっていうのが僕の人生の始まりだよね。大体のなんていうの、主人は自分ですっていうのはさ、最悪なんだよね、言葉の考え方としてね。主人は自分です、なんかいいように感じるけど、もっと偉いお医者さんの言うことをちゃんと聞きなさいよっていうね、そういうことだからね。主人はあなたなんですよ、けっ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 け、じゃあ俺勝手に治療するよっつって生活を律することの難しさってのを感じるよね、買い物はね。これは昨日のあの椎茸の肉詰めを作った時のものですよね。まあ鬼しめが必ずしも正解ではないですよ。僕はこうやって毎日作ってるけどね、鬼しめなんか食っとねえ時もあるし、そういう時は食わねこった。こ
それは体にいいんだから食べなさいよとか言って食べるのが一番ダメだよ。食事ってのは喜びであり未来への希望だ。かっこいい。何を保在してんだこのデブとかなんかもそうですね。まもなくデブではなくなりまーす。痩せる痩せる詐欺とか言われそうだよね。こんにゃくはこれ半分をねこっち入れて残り半分は外しておきましょうね。シイタケ入りました。じゃあレンコンですね。レンコン、レンコンって意外と使い道が少ないですよね。こんなもんでいいですね。僕レンコンはね小さく切るの好きなのよ。なんでだろうね。よう分からんけど、よう分からんけど人生そんなもんよね。あ、なんか今日もプールお休みします。ちょっと忙しいもんで、いろいろ蹴りつけなきゃいけないこともあるし、意外と簡単にお酒をやめましたよね。やっぱやめなかったら、やめられなかったら死んでやるとか思ったら、やっぱ死ぬよりやめる方がいいもんね。体に悪いよ、酒も死ぬのもね。はい、じゃあ第1個鶏にイカ団子だ。よいしょ。旨味を出すためにね、いろんなものを少しずつ入れるっていうのが大事なことですよね。これが雪下大根の最後の一歩です。最後の一歩。お前たちどこに隠れていたんだ。いや別に。なんかこうね、ここまで使ってあげたくなるよね、この人参はね。あ、雪下人参だ。雪下大根って言ってね、雪下大根はこの間もう、壮絶なる最後と言いましたよね。あの僕に食べられました。勘弁してくれ、まだ俺は来ていきたいんだ、みんなパクお、ぐずぐず煮えておりますね。あのこんにゃくグツグツ見えます。これ大事、こんにゃくグツグツ、こんにゃくグツグツ、こんにゃくグツグツ。玉ねぎあるからね、玉ねぎちょっと入れてあげましょう。これ甘み出ますから、ね、ただしね、あの大きく割っとくとあんま甘くないね。玉ねぎグツグツ、玉ねぎグツグツ。人参ね、これね、この間から分かった、この人参の太刀はね、大きいとまずい。小さくでしょ、ダメ。みんな違うね、こういった太刀はね。はい、こんにゃく。ね、ぐつぐつ煮えましたから。このこんにゃくちょっとあれだね、でけえな。小さい方がね、あの味が染みるからね。ここが小さく切りますね、書いてるからね。よいしょよいしょ、こらしょ。大根、大根今高いからちょっとだけ。
ょっとずつちょっと面白みを出したいんで、これはこれ以上薄くしないことにして、こうだね。それで椅子を上げてあげる。うさい、あ、それ椅子の厚揚げはどうしようか。必ず見ようかあげましょうね。薄揚げは、厚揚げはね、あの厚揚げとか薄揚げは両方とも足が速いんでね、こんなでいいでしょう。薄揚げももう出してタッと入れていきましょう。タッパーに入れとくとすごく使いやすいんでね、タッパーウェアに入れましょう。タッパーはどこにある？あ、上や上だよね。あ、この程度か。俺は、俺の人生はこの程度かよ。こんな立派なもんかよ。これはこうね、このぐらい切っておくとまあ美味しいですよね。よいしょ、ね、入りました。大根入りました。そう、入りました入りました。ああ、それでここに水だね。あ、レンコンも入れなきゃね。はい、か、ごぼう忘れました。ごぼうなんかあれだよね、坊さんのことごぼうって言うよね。あれ言うっけ、言わねえか。うん、うまいもん。ごぼうは味わいを深めるためなんで、なるべくこういう小さく切って入れとくといいですよね。あの丸ごとごそって大きくあの乱切りして入れるのも美味しいよね。どちらがいいかはちょっと待ってね、待っていきましょう。もういいか、じゃもう入れちゃう。これごぼうはね、アク抜きした水ごと煮るんだって。あの、お相撲取りさんが言ってた。あの、なんだっけ、ちゃんこ鍋のコツです。なんで急にそういう外人の力士みたいになるの。ちゃんこ鍋のコツだそうですよ。意外に玉ねぎを忘れてた。なんじゃ、デラメに切るとなんかあの、あれみたいでしょ、あの、あれ、あの、カレーみたいになっちゃうからね。玉ねぎってすごく嬉しい味なんだけど、なんかわかんないけど強すぎてでっけえの入ってるとカレーみたいになっちゃうから、もう僕はこういうのに入れる時はもうちょっと真っ赤になっちゃうね。包丁の音を聞くとやってくる眉、眉たまに食うと死ぬよ。まあどうせいつか死ぬんだろうな。どうせ死ぬんならこの素晴らしい味を味わってから死にたいって思ってんだろう、お前。俺もそう思いながら死ぬ前には絶対卵かけご飯を食うぜ。よいしょ、甘みが出ます、ね、何でもいいから冷蔵庫の中余ったやつ入れちゃうというふうに考えればいいですかね。はい、で肉はガラガラって言った後で入れるんですが、ガラガラって言わしちゃいましょうかね。で、この昆布ね、昆布を。昆布を挟んで切りますけど、まずちょっとね、浸して、ちょっと柔らかくなったところで、ちょっと切りましょうね。この間にいろんなものが冷蔵庫になっていきましょう。冷蔵庫にしまへん。今は冷蔵庫しまえの音楽でしたね。こういう感じでこんにゃくはこうやってさっきのとこの間一緒に入れて、古い巻いたんだよね、紙で。コンテナが入っていただきましょう。豚一下っていう舞茸が
登場いたしました。で、これがね、これが鶏、うん、よく見ようと思った鶏は、これはもう、なんて言うんだろう、薄く切りますよね。味をこうね出していきますから、ちなみに今日はもうほぼ他のものができてるんで、この人たちを入れてあげるだけですね。ね、こんなになるとほらちょっとお湯に入るともうこれこんな風になるから、そうしたところで切っててあげましょう。何でも少しずつだよね。毎朝これ昆布1本この2つぐらいつけとけば美味しいよね。これ体にいいからとかじゃなくてうまいからだよね、やるのね。このぐらい煮るとこの玉にみんな溶けちゃいますから、ちょうどいいでしょうね。ちょっと豆系が足りないから1豆入れちゃうか。煮豆なんかも作るんだけど、その時は1つだけ煮といて合わせますからね、平気ってね。よいしょ、きのこはもう今入っていいですね。きのこ、豆乳、これあと一直線にガーッと煮えて、大根を煮えたら前のしまいというところだ。で、煮える、もうちょっとガラガラっていったところで鶏を入れますけどね。鶏はこうやっていきましょう。細かめに切った方がいいよね。この鶏はね、油気が少ない上に、なんて言うんだろう、あんまり面白みがない鳥だけどね。ささみだよね、早い話が。頑張れ。いただいもこれね、せっかく買ってきたから、はい、すいませんでした。結構あれだね、でかくなるな、この人たち。それでテリッと刺してもいいのかな、ね、これでいいでしょう。はい、こっちの方ね。で、出汁が入ってないはずなんで、塩適当、煮しめってのはこういうもんでね、なんでもいいからわさわさっと入って、お野菜おいしく、ちょっと根菜が中心になりますよね。まあ、これ嫌う人は嫌うけどね。でここがこんなになってるので、これは全部必ず片付けてみるとね、こんなになってんだからさ、大変だよ。で、片付けてる間にちょうどよくいろいろタイミングが合ってくれるよね。
はいしょ、よいしょと、こっちまで来ます。わあ、きれいに片付いてる、嬉しい。食器洗い機なんかがね、きれいになってますね。そしたら、じゃあ、そんなに慌てることもないね。ここのところをね、きれいにしていきましょう。台所仕事の一番大事なところはここだよね。後片付けですね。後片付け。おもてなしじゃないんだよ。後片付けなんだよ。日本の大事な伝統文化。本当かな。本当にそうだよね。俺が小さい頃、親父とおふくろはいつも最後一生懸命後片付けしてた。よく覚えてる。後片付けね。これは大事です。やっぱり所詮局はなくなったと言っても、なかったとしてもやっぱりこっちの方がいいね、自分が重要です。それを忘れてしまってはいけないです。お、見えてきたね。ぐつ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 見えてきました。このぐらいに煮え始めてきたところで、そろそろ鶏肉が入りますから、味決めをしめにしないといけないですね。味決めね、あっという間に見えてきましたね。玉ねぎの甘い匂いがいいね。アクが出てますね。もったいないから、もったいないからアクごと。はい、こうなってるところに、まあこの方がこれだね。まあちょっとでかかったな。でけえぞおい。やっぱもっと半分にしようこれ。まあいいや、もうめんどくさい。この人たちを、鳥さんたちを、このなんていうの、沸騰してガタガタいってるところに、酪酸豚って感じでこう、投入だよね。空挺大事業だ。うん、ガオガオ言ってる。前がなんか言ってますね。それは違うだろうって感じですね、今ね。いいでしょ、別にね。楽しいんだから。支援願いますとかね、皆さんこう、空挺部隊が鍋の中に投入されました。これもう、アクもったいないから、こうやってアク飲んでるっていうね。そんなことしちゃ毒でしょ。うん。遊離した、食材編だから。特に毒だね。うん。たまにはもう感じが出てるね。これはこのまま半分ちょっとぐらいまで煮えると OK なんで、半分ちょっとになった時の味を狙って味につけていきましょうね。最近この出汁強く使うね。ちょっとこの間奮発して買ったんで、高いんだよな、これ確か。確か高いんだよ本当に。何に比べて高いのかっていうのは問題なんだよね。みんなポルシェに比べりゃ安いもんだよ。もう何十万本も買えるわい。ポルシェと比べるバカがどこにいるね。ポルシェの色を塗り直してくださいって、ポーチだよね。 BMW の塗り直しましたっていうギャルが、はい、セントヴィンセントに出てきます。うん、微妙に薄い、これがいいんだね。あとはちょっとこのガラガラって言いながらあんま吹かない程度で、このぐらいだろうね。やっていきましょうかね。
今日は汁多めのお煮詰めにしましょうかね。ほら、でかすぎたよ。これ半分でよかったよね。本当にあれだよね、火に入るとこれでかくなるよね。何でけつらしてんだよっていう感じですね。はい、そういうことで、今日は、これね、これはグリルで鶏の上にチーズ乗せてやりました。これ、椎茸の中に、餃子の餡が入ってます。うまいやんけ。シェフ呼んでくれ。俺だよ。マユ呼んでくれ。マユ。マユはもうご飯食べたの。じゃあ僕は食べて一仕事しましょうかね。じゃあ皆さんも今日はもう一日美味しいご飯食べて過ごしましょう。